緊急ニュースです。マイクラワールドにウェザーストームがやってきた。みんなマイクラワールドには絶対近づかないようにしよう。どうしたスポンジボブ。ニュース見てたんだけど、マイクラワールドに家が欲しい。こんな家もういらない。しょうがないな。じゃあマイクラワールドに行くか。ウィザーストームがいるっていうニュースが出てたけどね。絶対スポンジボブのことは守ってやろう。よし、じゃあ車に乗るんだ。この車で行こう。よし、このじゃあスポンジボブの家はもういらないって言ってたからね。吹っ飛ばすか。吹っ飛ばすと言ったらこれだよね。じゃあここからよいしょ。あれ、もう一回よ。じゃあな、スポンジボブの家。ふう、これで綺麗にすっきりしたね。さあじゃあマイクラワールドの新しい家に住んでみよう、スポンジボブ。じゃあ向かっていくよ。こっちの方だったかな。スポンジボブ、ついにマイクラワールドに着いたよ。おお、広い世界だな。よし、家作るか。どの辺にしようかな。こっちの方でいいか。お、いい崖があるね、ここ。ちょっと待って、この辺なんか使えそうだな。削ってみよう。よし、スポンジボブの家はホラー穴でいいよね。ちょっとこの崖を削って家っぽく作ってみようかな。おい、ちょっと硬いな、土これ。硬すぎでしょ。石は簡単に削れる。待って、これもう TNT 使って掘った方がいいか。よし、これで、お、いいねー。うわ、でもなんか崩れちゃったな。もうちょい下の方で爆発した方がいいか。穴作りたいんだよね。おー、よし、これ、屋根にしよう。これ一旦掴んで、ここに置こう。お、いいよ。で、この瓦礫は邪魔だから、よし、跳ねのけて、スポンジボブが入れる空間作っていきたいよね。よいしょー。よし、完成。これが今日から新しいスポンジボブの家だ。あれ、スポンジボブ？あ、いるよね。よし、じゃあ今日からここに住むんだ、スポンジボブよ。この世界は平和だからね、今のとこ。よーし。じゃあ、ここに、ホラー穴の中に置けるかな。ちょっとでも、小さいか？あ、でも入った入った。おー、これが屋根っぽくていいよね。もうちょいここに、よし、この辺にしとくか。よし、これで雨が降ってもスポンジボブ濡れないね。作ってくれてありがとうな、タコボンド。じゃあ素材集めでもするか。え？あれはニュースでやってたウィザーストームだよね。うわ、ついに現れたか。うわ、なんだこの動き、タコみたいだね。これやばい、スポンジボブの家が巻き込まれる。よし、まずは車に乗って体当たりだ。よし、やばい、スポンジボブの家が守ってやろう。くらいーわ、飛んでるから無理だ。当てられないのか。こうなったら僕の必殺技を使っていくしかない。まずは車側が出るピストル。何、弾かれた。硬いのか、ウィザーソム。ダメだ、頑丈だね。やるな。こうなったら次の方法だ。ロケットランチャー使ってみるか。狙いを定めて、よし、当てたぞ。お、これ倒したか。何これ、一発で倒る。うわー、生きてる、まだ生きてる。顔が一つなくなってる。これ、待って、顔狙えばいいのか。おー、顔3つぐらいついてたよね。ってことは残る1つだ。おー、怒ってる怒ってる。最後なんかやってきそうだな。急いで倒そう。最後は TNT をくっつけるか。よし、この間くっつけてくるよ。きたー、ウィザーソブ破壊。じゃあな。完全に倒したね。おお、なんだなんだ、
すごい穴ができてるし、これウィザーストームが爆発した衝撃でこんなになったのかな。マイクラの世界が、ここでもダイヤモンドとか取りやすくなったね。後で取っとこう。あ、ウィザーストーム完全に倒してる。よし、戻ろう。さて、うおー、なんだこれ。え？やばい。なんか燃えてそうだな、この辺。ここはちょっと、脱出しよう、スポンジボブ。スポンジボブ無事か？あれか。あ、家作っといてよかった。無事だよね。生きてた、スポンジボブ。よし、この世界は危険だ。一旦避難しよう。よし、とりあえず村にやってきたね。よし、この家、どっか借りよう。この家にしようかな。よし、ここをじゃあ借りると見せかけての、スポンジボブの家にしようじゃないか。これいらない、これ。スポンジボブの家にこんなのなんかいらないんだ。よいしょっと。あ、ぽい。よし。必要なのはベッドだ。ここに置いてと。オッケー。いや、でもドアが壊れちゃったな。あと、この辺なんか瓦礫が邪魔だね。ちょっとこれ、風を吹かして、片付けよう。よしよし。お、綺麗になったね。よいしょー。さ、スポンジボブ。今日からここが家だ。いい家だねー。ウィザーストームはね、倒したから。もうこの世界は平和だよ。よし、寝てるんだ。いや、でもドアが必要だよね。ま、この世界はマイクラだから、ドア作ればいいか。このキー使いそうだな。よし、ここをちょっと、この木材借りよう。よし。ダイヤモンドのピッケルで、よし、木こり作業。オッケー。おー、リアルすぎる。葉っぱの部分はいらないからね。この辺、ちょっと、崩すか。よし、細かく砕いて、オッケー、これドアにしよう。重い。こっちで持ち運ぼう。よし、スポンジボブの家。これが、ドアだ。縦側に置きたいけど、まあ、いっか。おっしょー、完成。お、いい感じのドアになったね。ダイヤモンド、作ってくれてありがとう。じゃ、ここの村人の様子とかも見てみるか。どんな人がいるんだろう。この辺は立派な家とか建てられてるね。お、これは、牛？え？なんだこの牛？なんか顔が砕けてないか？この砕き方、リアルすぎないか？肉と骨見えるし。え、どうなってんだこの村。あ、あれは村人だよね。大丈夫か村人。え？あれ？村人ー！顔が砕けてる。大丈夫か？起き上がるんだ。おいしょー。ダメだ、この村人、全然動かないぞ。この村では一体何が起きてんだ？え、なんだ？この家なんか浮いてるぞ？何がどうなってんだ？この村。こんなんじゃもう住めないな。え？あれは、ウィザーストーム。しかも、さっきと比べたら超でかいし、進化したウィザーストーム、いたのか。ちょっと待て。ロケットランチャーで、さっきの方法で倒してみるか。頭狙えばいいよね。当たってくれ。うわ、遠い。結構向こうの方にいるね。こうなったら、次は、よし、車のピストル。うおー。なんか、浮くんだよね。これがウィザーストームの能力。多分、竜巻起こしてるから、全然飛ばない。こういうのが。うわー、砕けたブロックが浮いてく。これどうやって倒せばいいんだ？試しにこの辺に、ちょっと TNT 置いてみよう。さあ、ブロックをね、細かくすると、おー、空中浮いてく。あ、家壊しちゃった。よし、何でも溶かす雷を生み出して、頭狙ってみるか。さあ、無敵じゃないよね。サンダーボールが
頭に近づいてきた。砕いてくれ。おお、聞いてるか？来たー。頭一つ砕いたぞ。おお、足の部分とかもなんか砕けたね。よし、残り顔二つだ。砕けた顔がここに落ちてるし、これ消しとかないとね。よいしょー。まだこの顔動くかもしれないから、しっかり粉々にしといてと。いいね。よし、これで顔一つ完全に消したぞ。うおー、待て、近づいてきてるー。こうなったら次の方法だ。飛行機を発射してみよう。よし、この辺から OK で飛行機目線になるんだよね。これは操作しやすいぞ。じゃあ頭目がきて、行くぞ。あの頭体当たりするよ。うおー、当たれ。よー、どうだこれ。うわー、爆発した。何がどうなってんだ、やばい。うわ、落ちてきた。飛行機に乗ってたのか。まだ僕は生きてるよね。ギリギリ体力残った。待て、飛行機が一個刺さってる。顔は一つ砕いたかな。よし、とりあえず顔は一つなくなってるね。最後の一つ破壊すれば完全に倒せるぞ。いや、でも最後どうしようかな。じゃあスナイパーライフル使ってかっこよく決めるか。よし、最後の頭どうしようかな。この辺狙うか。当たれ。うおー、最後の頭砕いたぞー。爆発してってる。粉々になってきたぞー。うおー、なんだなんだ、竜巻起こしてる。最後の力を使って竜巻起こしてるね。やるじゃないか、ウィザーストーム。うおー、大爆発してるー。うおー、消えたー。平和になったか。完全に倒したよ、スポンジボブ。生きてたか。よかった、無事だったね、スポンジボブ。これで、また、二人で過ごせるね、スポンジボブ。スポンジボブ？あれ？足だけになってる。うわ、やられたか、ウェザーストームに。くっそー。まあいいや、足一本あれば、また復活するよね。スポンジボブ。よかった、結構復活してくれた、みたいだね。綺麗に並んじゃってるじゃん。いや、スポンジボブだらけ、この辺。よし。じゃあ最後にスポンジボブを消そう。それではみんな、今のうちに高評価、チャンネル登録よろしくね。さあ、来るよ。うお、消えてく、消えてく。じゃあな、スポンジボブ。ついでに、石も消えてく。トンネルできた。それではみんな、じゃあね。